今回は、プロスピエースの伝説的選手、デニングさんについてお話しします。デニングさんといえば、初期のプロスピエースを語る上で外せない選手です。Sランク選手にもかかわらず、能力が微妙だったため、デニングイコール外れという認識が、ユーザーの間にありました。あまりのひどさに、ネット掲示板のプロスピエーススレでは、タイトルにデニングが付けられるほどでした。また、デニングさんのコラ画像が作られるなど、ネタ方面でアイドル的な扱いを受けていました。ミキサーで山田哲人選手を狙ったところ、デニングさんだったという方も少なくありませんでした。64試合にとどまり、2015年12月に自由契約となったため、選手としての印象は低いものの、プロスピエース内では強烈なインパクトを与えたと言えるでしょう。いかがだったでしょうか？今回はデニングさんについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。